金村暁、金村暁、金村悟る、本名、金村秀夫、金村秀夫、1976年4月19日帯は、宮城県気仙沼市出身の元プロ野球選手、投手。右投げ右打ち。現役時代は、NPB の日本ハムファイターズ北海道、日本ハムファイターズや阪神タイガースでプレー。登録名は本名を使用後、から、 金村明からは金村暁へ変更している。読みは出雲、金村悟る。2BC リーグのシナのグランセローズで現役を引退。彼は阪神の一軍投資コーチを務める。小学生の頃から日本ハムファイターズのファンで当時エースだった西崎幸弘に憧れていたという。仙台育英高等学校進学後の 第76回全国高等学校野球選手権宮城大会決勝で桜井幸宏を擁する仙台高校を破り優勝。第76回全国高等学校野球選手権大会ではベスト8まで進む。同年のドラフト会議でファンであった日本ハムファイターズから1位指名を受け入団。この時日本ハムは甲府高校の山村博樹を1位指名する。 予定だったが、直前になって、金村へ変更。入団記者会見ではハムを頬張るパフォーマンスを見せた。ルーキーイヤーの日軍に昇格するもわずか一試合の当番に終わった。よくは一軍当番なしに終わった。同年オフに、秀夫から、赤月に、登録名を変更。三年目の、から当格を表し始める。その後、日本ハムのエースに成長したが、かつては、 怪我勝ちで、ガラスのエースとも呼ばれていた。開幕から、中継ぎとして一軍に定着、初のオールスターゲーム出場を果たす。後半戦は先発ローテーションに入り、5関東も記録。135イニングで、ギリギリで、規定投球回に到達し、防御率2.73で4年目、22歳にして、最優秀防御率を獲得。開幕ローテーションに入り、 開幕から2試合連続完封勝利、3試合連続完投勝利。3戦目の9回に、一郎に、史上最速1000本安打となる本塁打を浴びるまで、開幕から26イニング連続無失点を記録。この3試合の当番のみで、初の月間 MVP を獲得したが、3試合目の直後に、右肩の痛みを訴え離脱、9月まで復帰できなかった。 二年連続で4月に月間 MVP を獲得し、順調な滑り出しを見せたが、直後に再び右肩痛で離脱。は、初の開幕投手を務めた。故障がちだったため監督の大島康則が、関東させず起用した結果、故障なく初めて一年ローテーションを守りきり、規定投球回にも、到達という最低限の役割を果たしたもの、7勝13敗。 防御率4.89と不振。故障のリハビリで、ウェイトトレーニングなどで肩を鍛え、この年から故障での離脱はしなくなった。は、開幕からしばらくは、チームの方針で中継ぎだったが、すぐに、ローテーションに戻る。安定感も戻ってシーズン通して活躍し、初の2桁勝利をマーク。フォークがさえ、自己最多の143奪三振を記録。 2005年まで4年連続2桁勝利を記録し、日本ハムのエースとして活躍。は、前半戦で3勝止まりと不審だったが、後半戦7勝と、巻き返し2年連続の10勝に滑り込む。日本ハムの本拠地移転1年目の札幌ドームの初戦で先発。勝利投手となり、ヒーローインタビューでは、北海道弁を取り入れ、生ら最高です。と叫び。 北海道のファンを沸かせた。この言葉は、その後、金村のトレードマークにもなり、生ら最高タオルなどのグッズも発売される。このセリフは、自身の公式ブログのトップにも記されている。自己最多の13勝を、マーク、6年ぶりにオールスターにも出場。シーズンオフには、札幌グランドホテルで開催した、日ハム選手ディナー用に出演し、自慢の歌を披露した。 自己最多の174イニングを投げ、2年連続で13勝を挙げる。オールスター出場も果たすが、チームのローテーションの関係で登板はなかった。4月16日の対福岡ソフトバンクホークス、1000のフリオズレータとの第4打席で、投球直前に2度マウンドを外して散らした後に、腹部に死球を与えたことから、ズレータは激高して、金村ノイルマウンドに突進。 金村は逃げずに、ズレータの巨体に衝突して、マウンドに倒され、さらに暴行を受けて、神経痛を追い4月後半を棒に振った、ズレータは退場処分。5月7日の楽天戦で、復帰登板して、勝利投手となった。その後、後日の騒動により二軍降格となるが、日本シリーズで復帰。第4戦、札幌ドームに、先発投手として登板し、勝利投手になる。また、 アジアシリーズでも勝利に貢献した。オフには、財政再建団体になった夕張市を応援しようと、市民を毎試合札幌ドームに招待する、金村、夕張市とを設けた。は、肘の不安で諦めていたカーブの習得に励み、数少ない先発の柱として二桁勝利を目指すも、5月に故障のため戦線離脱。交流戦終了後に復帰し、7月11日に、 関東で5勝目を挙げた時点で、防御率も、天台と成績を残していたが、前半戦最終戦の対ソフトバンク戦で、プロ最短の0回に、3を4失点でノックアウトされ、後半戦の対千葉ロッテマリーンズ戦でも2試合連続で、5で2軍へ降格。結局そのまま、レギュラーシーズンで1軍に最昇格することはできず、日本シリーズでは、ベンチ入りは果たすも登板はできなかった。 11月9日、中村康博との交換トレードで阪神タイガースへ移籍。この時点で、金村はすでにプロ通算80勝を記録しており、一方の中村はそれまでに3勝しか上げていなかったため、この両投手が1対1で交換トレードされることが話題になった。移籍1年目のは先発ローテーションの一員として、期待を受けるも、オープン戦前の投球練習の際に、 左太ももを痛め、開幕一軍を逃しで遅れる形となる。7月3日に一軍に昇格し、移籍後初登板、勝ち投手こそ逃したものの一失点の高騰を見せる。だがこの試合以外は制裁を書き一軍定着には、至らず降格。結局この年は8試合登板するも一勝もできない、ままシーズンを終えた。 7月17日の対読売ジャイアンツ戦に岩田実のの代わりに登板し6回1失点の好投を見せた。同年9月6日の対広島東洋カップ戦で5回から3番手投手として登板し1イニングを無失点に抑え阪神遺跡後初の白星を挙げた。その後は手薄となった中継陣に加わりリリーフとして活躍した。 出番に恵まれずわずか1試合の登板に終わり、オフの10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。12月10日、韓国プロ野球のサムスン・ライオンズと年報、年俸に、エンの契約に合意したが、メディカルチェックを通らず、破談となった。1月、今度は、SKY バーンズのテストを受けたが、SK が、ジム・マグレーンと契約することになったため入団に、至らなかった。なお、 この契約解除に対して、金村はサムスンライオンズを相手に年俸や契約金を払うよう民事訴訟を起こしているが、2012年11月、韓国手口方法院より敗訴の判決が下された。2011年2月にシナのグランセローズの春季キャンプに参加し、その後は6月頃まで韓国球会などからのオファーを待つ予定だったが、 結局4月2日にシナノと正式契約した。しかし、右肩の状態が安定せず現役引退を決断し、同年10月5日、球団との来期の契約を結ばないことが決まり退団。2012年から2015年までは、北海道を拠点に、日韓スポーツ専属の野球評論家や野球解説者として活動。解説者として、 北海道文化放送テレビ北海道ガオラの日本ハム主催試合中継や地元宮城県の民放局である東北放送制作の楽天対日本ハム戦中継や東日本放送制作の楽天主催試合中継に出演していた。その一方で2月の春季キャンプ期間中には古巣、阪神のギノザキャンプを毎年のように視察。また、 札幌市内のフィットネスクラブで週に1回野球の個別指導を担当していた。2016年からは阪神の一軍投資コーチに就任。同球団での現役時代のチームメイトだった新監督金本智明の下で主にブルペンを担当する。愛称は名前が金村暁であること、その漢字を暁と読めることから、暁、生の金村の音読みである。 キンソン、ザウの名は、弱気は、最大の敵。元タレントの綾子夫人との間に、男の子の双子がいる。2006年9月24日のタイロッテ戦では、5年連続2桁勝利と6年連続規定投球回到達の記録がかかっていたが、立ち上がりから投球が安定せず、4から1で、日本ハムの3点リードで迎えた5回裏に2、四万類のピッチを迎えると、 トレイ・ヒルマン監督に交代を命じられた。この後のレギュラーシーズン中の登板予定がなかったため、シーズン成績9勝6敗、投球回数134回に、3、規定に1回1、3不足が確定し、記録が共に途切れることとなってしまった。試合後、怒りの収まらない金村は交板させられたことについて、絶対に許さない。外国人の監督だから、 どうせ個人の記録は関係ないのでしょう。顔も見たくないとヒルマン監督を激しく批判。これが原因で、球団は出場選手登録抹消、翌25日に行われるチーム練習への参加禁止を即日決定し、25日には罰金200万円とプレーオフ終了までの出場停止という厳しい処分を下した。ヒルマン監督は当初、 金村は、プライドの高い投手。あそこで交代させたのは少し軽率だった。だが、チームのムードを壊す行為は許されない。私や選手が3年間通して作り上げたものを、壊されたような感じだ。この件で使いづらくなったとコメント。ただ、その日のうちには金村を許すことを決め、球団にも、シーズン中に、リベンジの場を与えたいと話していたという。一方、 金村も冷静になって、ことの重大さに気づき、チーム OB の岩本つとむに泣きながら、電話をかけている。日本ハム時代の先輩だった、片岡敦志、下柳剛義からも、直接、俺らはお前にそんなことを教えたか、を覚まさせてやる。と厳しい叱責を受けたが、最後には、こういう経験がないと大きくなれない。いい勉強と思って前向いてやれ。 成長するステップと思って頑張れという言葉をかけられた。金村はレギュラーシーズン終了後に選手、首脳陣などに謝罪し、事態は収集された。ヒルマンも金村に対し、君の急障がなければ我々はこの位置にいられなかったとし、謝罪を受けてわだかまりはない。来るべき時の準備を進めてほしいとエールを送り、決して金村を責めることはなかった。 日本シリーズでの復帰が決まり、10月25日の第4戦、札幌ドームに先発投手として登板、マウンドに向かうときに、スタンドから歓声が起きた。そしてマウンドに上がると、一塁側、本塁側、三塁側、そして左翼席と五度頭を下げた。この試合では5回を5安打、2奪三振、2四球、82球で無失点に抑え勝ち投手となった。 試合後のヒーローインタビューでは、全国のファンの皆様、この場をお借りして、改めて謝罪したいと思います。本当にどうもすいませんでしたと深々と頭を下げ、インタビュー終了後に、ヒルマン監督と抱き合った。このシリーズを制覇した日本ハムが、日本代表として参加した、アジアシリーズでは11月12日の対チャイナスターズ、中国野球リーグ選抜チームに先発し、5回で6。 アンダイチシキュー84球ながらも7三振を奪うなど要所を占め勝利に貢献した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。